地元のが少し大きく誕生しまして、水上に2頭とも同じように大きくなっておりますので、今でも妹の方が少しだけ大きいです。4900飛んでおります。4900、大きいところまで成長しております。4930g にまで成長しております。2頭もとっても大きいですが、お姉さんの桜浜の方が耳の毛がちょっとバサバサしてまして長い毛をしております。妹の桜浜にすっきりした耳をしておりますので、ぜひ皆様見分けられそうでしたら、この特徴を参照に2頭を見分けてみてください。2頭の体重も測定し終わりましたので、ここまでで、2頭の公開、体重測定は終了いたします。皆様この後も、アドベンチャーワールドでどうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。ありがとうございました。大きい大きいの公開体重測定、多くのお客様お集まりいただきまして誠にありがとうございました。では一番前に入られました、小さなお子様はお父さんお母さんの元へお戻りください。迷子にならないように、小さなお子様がお父さんお母さんの元へ戻りましたらば、皆様をゆっくりと歩きながらのご観覧で最前列へご案内させていただきます。また赤ちゃんパンダプレミアムカード名義書のお客様もどうぞ入り口の方へお越しください。お父さんお母さんの元へ戻っていただきます。